北高架サスの行政区分北高架サスは、高架サス地方の内高架サス山脈よりも北に広がる部分。国海とカスピ海に挟まれた山がちな地方であり、地理的にはヨーロッパに属している。ヨーロッパ側、ロシア側から見ると、高架サス山脈のこちら側に当たるため、英語ではシス高架サス、シス高架シアとも呼ばれる。一方で、大高架サス山脈の南側は、 コーカサス山脈の向こう側を意味するザカフカジエ、英語ではトランスコーカシア、またはトランスコーカサスとも呼ばれる。ジョージアとアゼルバイジャンの一部が北コーカサスに属するが、北コーカサスの大部分はロシア連邦領であり、行政的には北カフカース連邦管区に、経済地区では北カフカース経済地区に属している。北コーカサスにある 連邦構成主体は、クラスのダール地方とスタブロポリ地方の二つの地方の他に、西から東の順に、アディゲ共和国、カラチャイチェルケス共和国、カバルダバルカル共和国、北オセチア共和国、イングーシュ共和国、チェチェン共和国、ダゲスタン共和国などの共和国からなる。北コーカサスでは、コーカサス諸語系、インドヨーロッパ語族系、 中力諸護系の様々な言語や宗教を持った民族集団が入り組んでおり、これが政治的不安定さにもつながっている。これらの民族の間に17世紀以降コサックを先頭にしてロシア帝国が南下を始めた。19世紀にはオスマン帝国の影響は排除され、北高ーカサスはロシア帝国に併合されたが、ロシア化に抵抗する諸民族との戦争は、 ロシア帝国を大いに苦しめた。チェルケス人など北コーカサスの民族の中にはロシアの支配を逃れてオスマン帝国へ移住した者も,も多く、現在も旧オスマン領であるシリアやヨルダンなどには北、コーカサス系民族の末裔が多く住む。ソビエト連邦の崩壊後、南コーカサスではジョージア、アゼルバイジャン、アルメニアの各共和国が独立したが、 北高架サスにあった諸々の自治共和国はロシアからの独立を認められなかった。これに対して、チェチェン紛争をはじめとする内戦やテロが北高架サスで起こり、独立運動組織高架サス戦線の捕イスラム原理主義に基づく武装組織も戦闘を続けている。地理的には北高架サスという語は大高架サス山脈の北斜面と西端部を指す。 コーカサス山脈の北方に広がる広大なステップ地帯も北コーカサスに含まれるが、その北の境界は一般に熊マヌく墓地とされ、これより北のステップは東ヨーロッパ平原に含まれる。西端はアゾフ海と国海をつなぐける地海峡であり、東はカスピ海で終わっている。ありがとうございます。